お待たせいたしましたこれよりメットプレゼン2016を開催いたしますまず午前の部次戦ワークセッションの部を開始いたします本日の進行役を担当させていただきます私は小園会東活クリニック病院に勤務いたしております須藤恵子と申しますどうぞ皆様精一杯努めてまいりますのでよろしくお願い申し上げます それではまず初めに開催にあたりまして主催者を代表いたしましてチーム医療フォーラム代表理事でございます秋山和弘より開会のご挨拶を申し上げまますすよよろししくおお願いいたしますえ皆さんおはようございます。 なんかあの例年よりも出足が良くてです、ね、今日、天気が良すぎちゃってです、ね、あの途中で皆さん、こちらまでたどり着けずにです、ね、いろんな誘惑に負けてたどり着けないんじゃないかと心配しましたけどもあの早くからです、ね、いらしていただきましてありがとうございますあの今日初めてです、ね、参加される方も今年は結構多いみたいでしてあの改めまして紹介させていただきますと私はあのこのチームローホラム代表理事の秋山和弘と申します。 普段はあの病院に勤務する外科医ではありますけれども、あの外科医である傍ら、社会起業家としてですね、こういう活動をしています。で参加されて、今日一日終わった後にですね、皆さんの心に火を灯したいということをですね、毎年心がけて、こういう演出をしています。ぜひ、今日一日終わるまでにですね、皆さん何かをつかんで帰っていただいて、で、次のこの 社会をよ、ね、くするための何かを掴んで帰っていただければというふうに思いますじゃあこれからあの午前中ですね次選枠の,あの勢いのあるプレゼンターの皆さんに話をしていただきますのでもうここからあのプレゼンターが作る場ではなくて聞いていただける皆さんが作っていただける場になっていきますのでぜひ盛り上げていただければというふうに思いますでは皆さん今日一日よろしくお願いいたしますありがとうございます ではここからの進行役をご紹介いたしますチーム医療フォーラムアソシエイト三野手里志さんですそして小園会東活クリニック病院看護師の浦田勝美さんですよろしくお願いいたしますはいでは皆さんこんにちはにちは,はいとうとう 毎年恒例となっております MED プレゼン2016とう,とう始まります。